クライナ軍の精鋭旅団が猛攻、バフムート近郊のロシア軍旅団が全滅。ウクライナ軍の旅団が8月中旬にロシアが占領するウクライナ南部メリトポリに向かうルートの要衝であるベルボベでロシア軍の防衛線を突破したため、ロシアはパニックに陥った。突破を受けてロシア軍は温存していた最後の精鋭師団である第76衛兵航空突撃師団をウクライナの東部から南部へと振り向けた。だがこの配置転換により東部に展開するロシア軍は機動性のある予備兵力を失った。これによりウクライナ軍は9月15日かその直前にアンドリーウカを解放した。アンドリーウカはバフムートにいるロシア軍の補給線を支える重要な集落だ。ウクライナ軍の指揮官らはロシア軍の指揮官らに難しい選択を迫り、その結果を利用した。これは戦略的な傾向と一致している。ウクライナ軍の参謀本部はロシア軍の参謀本部よりはるかに勝っていると、米欧州陸軍の元司令官ベン・ホッチスは指摘した。ウクライナ軍の精鋭部隊である第3強襲旅団がアンドリーウカのロシア軍第72自動車化狙撃旅団への攻撃を指揮した。第3旅団はアンドリーウカを包囲してから瓦礫の中を攻め込んだ。そして9月15日にアンドリーウカの解放を発表する動画をネットに投稿した。電撃作戦の結果、アンドリーウカのロシア軍の守備隊は包囲され、主力部隊から切り離された、そして壊滅したと第3旅団は述べている。アンドリーウカにいた歓迎されない客人は第3強襲旅団によって排除されていると、ウクライナ国防省はジョークを飛ばした。2日間にわたる激しい戦闘で、第72自動車化狙撃旅団の情報責任者や将校の多く、そしてほぼ全ての歩兵を殺害したと第3旅団は主張した。ロシア軍の死傷者と捕虜は1000人以上に上った可能性がある。戦闘は残酷で、第3旅団側の死傷者もかなりの数に上った。このような戦闘の結果のために我々は高い代償を払うと旅団は述べた。戦闘はウクライナ軍が廃墟と化したアンドリーウカからロシア軍を掃討した最後の数時間が最も残酷だった。ウクライナ軍のドローンがロシア軍兵士に投降を呼びかけた。捕虜となったウクライナ兵とロシア兵の交換中にロシア軍の大砲が爆発したケースもあった。アンドリーウカの解放は約 8km 北に位置するバフムートにあるロシア軍の駐留地に圧力をかける。アンドリーウカの奪還と保持はバフムートの右側面を突破する手法であり、今後行う全ての攻勢を成功させる鍵だと第3旅団は説明した。ロシア軍にとって最悪なのは、旅団が丸々1個失われ、その損失を補うための予備の師団ももはやないことだ。ロシアが第76衛兵航空突撃師団を東部に戻すとしても、南部の陣地が弱体化するだけだ。予備師団を南に移動させることで、ロシア軍は東部でのリスクを取った。これは賭けだった。そしてこの賭けはウクライナ側にとって吉と出た。日に日にウクライナ軍優勢の情報が増えてきています。北朝鮮の弾薬が届いたとして大砲がなければ撃てません。ドローンのロシア本土への飛来も増えていると聞きます。クリミアではドックで修理中だった潜水艦と揚陸艦がミサイル攻撃を受けたとのこと。クリミアへの攻撃も激しくなっているようです。南部でメリトポリを目指しているウクライナ軍、トクマクにはロシア軍も東部から精鋭を回したとのこと。トクマクの戦いによって戦争全体の流れが決まるのかもしれません。ロシアに残されているのが全面撤退でなければ壊滅なのかもしれません。北朝鮮に助けを求めるということは、プーチンも戦況が良くないことを理解しているはず。ロシア史上最悪の大統領として名を残すことになりそうに思います。ウクライナ敗北なら世界大戦。
ゼレンスキー氏が警告。ワシントン共同。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は17日放送の米 CBS テレビのインタビューで、ウクライナが敗北すればロシアはポーランドやバルト三国に迫り、第三次世界大戦に発展しかねないと警告した。プーチン、ロシア大統領を食い止めるか、世界大戦を始めるか、全世界が選ばなければならないと述べた。ロシアが核攻撃に踏み切ったらアメリカはどこに報復するか。米政権内で行われていた机上演習の衝撃的な中身。ゼレンスキー氏はこれまでの米国の支援に感謝を表明した。その上で追加の軍事支援に対する消極的な意見が米国内で広がっているのを念頭に、世界を守るため最も高い代償を払っているのは実際に戦い死んでいくウクライナ人だと訴えた。インタビューは14日に収録された。ゼレンスキー大統領は F-16 よりスウェーデン製グリペンを欲しがっている。無名の戦闘機を必要とする特殊事情とは。今、グリペンという戦闘機が大きな注目を集めていることをご存知だろうか。軍事マニアならともかく多くの人は初耳に違いない。正式名称はサーブ39グリペンで、初飛行は1988年、スウェーデンのサーブ社を中心に開発された多用途戦闘機だ。評価が高いため、スウェーデンだけでなく、ブラジルやタイなどの空軍も採用している。8月20日、ロイター日本語版が、ウクライナ・スウェーデン戦闘機供与めぐる協議開始、両国首脳が会談との記事を配信した。その中で、ウクライナの防空強化に向けたスウェーデン製戦闘機グリペン供与に関する協議を開始したと伝えたのが事の発端だ。担当記者が言う。ウクライナのゼレンスキー大統領は8月19日にスウェーデンを訪問し、クリステション首相と会談しました。その後に会見が開かれ、ウクライナがグリペン戦闘機の供与を受けられるかどうか協議を開始したと明らかにしたのです。背景には、ウクライナとロシアの戦線で両軍とも航空優勢を取れていないという状況があります。最新の報道によると、ゼレンスキー大統領の要望は拒否されたようだ。産経新聞電子版は22日、戦闘機グリペンのウクライナ供与否定、スウェーデン、将来には含みとの記事を配信。イギリスの高級紙、ガーディアンの報道を引用し、クリステション首相がグリペンを現時点で供与する予定はないことを明らかにしたと伝えた。ロシア空軍の謎。ウクライナは空軍が弱いことで知られているが、これは1990年代に国内経済が劣悪だった影響が大きいようだ。空軍の整備には相応の軍事費が必要だが、当時は予算が枯渇し、それどころではなかった。軍用機の配備は後手に回り、2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻した際も、戦闘機ではなくドローンで反撃するなど空中戦では苦戦を強いられた。担当記者が言う。今年6月からウクライナ軍は反転攻勢に出ました。NATO 北大西洋条約機構加盟国から供与された戦車を中心に部隊を編成し、領土奪還を目指して進軍を開始したのです。ところがロシア軍は対戦車障害物や地雷を敷き詰めた強固な防衛網を構築していました。航空支援が乏しかったため、ウクライナ軍は相当な被害を出したと推測されており、現在は虎の子の戦車を失わないよう、地雷除去を最優先にしている模様です。ところが、以前からロシア空軍の動きも鈍く、これには専門家もずっと首をかしげている。何しろアメリカに次ぐ世界第2位の空軍大国と評されていたのだ。軍事ジャーナリストが言う。なぜロシア空軍は存在感を示せないのか、様々な分析や憶測が流れました。その中の一つに、ロシア空軍はプーチン大統領から距離を置いているというものがあります。
軍事パレードで空軍の機体が極端に少なかったことや、8月に空軍のセルゲイ・スロビキン総司令官が解任された際、民間軍事会社ワグネルと深い関係があったと報じられたことなどが根拠です。スウェーデンの歴史。もう一つは、ロシア軍がウクライナに侵攻した初戦の時点で、戦闘機や戦闘ヘリなどの航空戦力がかなりの被害を受けたという指摘だ。今のウクライナ軍にとって、西側諸国から供与された戦車は虎の子の兵器ですが、ロシア軍にとって空軍は最も温存させたい戦力でしょう。もしウクライナの戦場で撃墜が相次いでしまうと、本国の領空を守る機体が少なくなってしまいます。そのためロシア空軍は空中からミサイルを発射してウクライナの都市を破壊する作戦に専念しているようです。こうして両軍が対峙する最前線では、いずれも航空優勢が取れないという非常に珍しい状況に陥っています。同軍事ジャーナリスト。今月、オランダとデンマークは、ウクライナにアメリカ製の F-16 戦闘機を供与すると明らかにした。ウクライナにとっては待ちに待った航空戦力だが、本音を言えば F-16 よりグリペンの方が必要なのだという。その理由を知るには、同期の生産国であるスウェーデンの歴史を紐解く必要がある。